緊迫したムードでシリーズ始まったね、デイさん。そうだね、うん、やっと始まったって感じだけど、なんかやってきたのは、うち、うん、うちはもう2年前のもの。デイさんは去年のもの。でもかなり今日緊張してるよね。あ、時間ない行こうか。そうそう、うん、昨年は雨でお届けできなかった全日本ドライブレーシング、1000馬力以上の GTR がさらにポテンシャルアップして火花を散らす、ビッグエンド第1戦スタート。99年、ビッグエンドドラッグレース第1戦 in 仙台、とりあえずまた、いただきということで、予選はですね、何やってんだろうな奴らというような感じなんですけども、それでですね皆さん、実はストックモデファイクラスにですね、異常な車が、あの懐かしいあのロータリーの積んだのポーターがですね、参戦しているという、まあ、ちょっと珍しいんですけども、あの車に負けるやつは誰かと、今年も1年間ビッグエンドのドラッグレースシリーズはどうなるんですか、こうご期待。昨年までの 4WD クラスは今年はスーパーモディファイクラスに改名、6台の GTR プラスポーター版1台の参加となった。やっぱ軽い車にハイパワーエンジンって速そうっしょと渡辺、ホイールベースが短いとトラクションのかかりが悪いのが難点とか。ベストタイムは 13B ペリで10秒889。そしてこちらは R33 投入のリコーレーシング工藤ちゃん。また新車買っちゃったよ。今度ね住宅ローンで30年のもうだから、うん、この上に住む、もうこれこの赤いベッドがもう素敵。これ分かる、何かテイストって書いてあるんだけど、ここ無地用のカッパ、今度のマブチモーターはすごい大きいの、なんだってビッグサイズ。今回板金屋だからアンダーパネルまで作ってきた。これ水害対策。今度色がねスモーキーの真似してやったの。8レースの1走行目はというと、なんと壁をめがけてスタートダッシュ、危うくクラッシュするところだった。原因はベアリングの中のボールが弾けているというドライブシャフトのトラブル。前日行われた練習走行中に起きていたのに気づかずスタートしてしまった。仕様変更してさらにポテンシャルアップされたのは王者 HKS。 99年型ドラッグの仕様を簡単に説明すると、あのエンジンはちょっとよく見ると分かるんだけどハイポートになってて、あと排気量も 2.8 リットルとアップしています。タービンも3240を使って1100馬力以上を絞り出しています。あのこの辺の吸気系のレイアウトなんですけども、純正だとヘッドからすぐこのインマニで横に出てるんですけども、そのポートの角度を立てることによって空気抵抗を少なくして高回転の方のパワーを上げることができます。あの今までラジエーターがここにこの辺に純正位置にあったんですけども、ラジエーターをローマウントしてインタークーラーの空気をうまく逃がしてあげて、そうですね、そんな感じにしてます。ドライバーはもちろんこの人、川崎哲ちゃん。すでに8秒302のコースレコードを樹立している。目標タイムは8秒1。おや煙発生。スーパーモディファイクラスの皆さんはこの時一瞬 HKS リタイアかとにやけ。どうぞ予選の結果が出ました。え、もうダントツ HKS、はあ、なんと2番に1秒の水を開けてフィーストの平岡みんな調子悪そうですよ。今日は工藤さんも全体さんも林さんももうあややくば肉のタイムに手が届くんじゃないかっていうとこまで行ってましたから。ビッグエンドは GTR だけじゃありません。他にもスーパーバイク、ストリートクラスからてっちゃんが出場しているプロストッククラスやファニーカーまで、この日は100台以上のマシンが参加。ああ、どこで見たことあんぞ。水っぱちも鳴らし走行ながらエキシビジョンで参加。ラウンド1ストックモディファイクラス決勝トーナメントの組み合わせはご覧の通り。 HKS の川崎哲ちゃんはシードのため1回戦は1台で走行。
りを修復したとはいえ調子が今一歩の工藤ちゃん。とっくりさん早いわやっぱり。三味線しやがったね、あいつ調子悪いようにしやがって。騙されてストールしちゃった。本気出せばこんなもんなんですよ、やっぱ三人はまだ強い、今は 1.7 で走ったからもう1回まで出ちゃうと思います。1回って2キロ超えると思うんだけど。H ケースに勝てそうになってきたトックリ、てっちゃんの様子を伺いに来たが勘中ないって。ファイナルラウンド。打倒H ケースの炎が蘇る。タイム争いも熾烈な川崎対トックリの対決。川崎ファールでトックリの優勝かと思われたが、スタートシグナルのタイミングがおかしかったとエチケースが抗議。トックリは神妙な面持ち。そして異例の決勝やり直しと相なった。今度はトックリがファール。今一つ納得がいかないトックリ。しかし勝負の世界はどちらかが勝ちどちらかが負ける。本当の前回勝負は次回持ち越しとなった。ということで第1戦は王者 H ケースが一瞬冷や汗もんの優勝。